皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日はですね、食べ物について深掘りしていくお話をしていきたいなと思っています。1回目の動画はですね、美味しさとはについてお話ししていきたいなというふうに考えています。美味しさイコール味の部分じゃないかなと思うんですけれども、味って一口に言ってもですね、まあいろんな味がありますよね。食べ物の業界では基本的な味とそれにプラスアルファで味っていうのが分けられてるんですけども、5つの基本味っていうのがあります。その1つ目が甘味、甘いなっていう感じる味。2つ目が酸味、3つ目が塩味、まあ、塩味ですね、しょっぱいなっていう味。4つ目が苦味で、5つ目が旨味。この5つが味の基本味というふうに言われています。私たちの感じる味って、まあ、中心はこの5つなんですけれども、それにプラスアルファで辛味と渋味、えぐみ、この3つがプラスされて複雑な味を構成しているというようなメカニズムになっています。これいろんな面白い働きがあって、まず1つ目ですね、味の対比効果というような働きがあります。2つ以上の違う味の属性を持つ食べ物を組み合わせた時に、どちらか1つあるいは両方の味を強くするっていうような働きになっています。例えば甘みと塩味の組み合わせ、よくやるのがスイカにお塩かけたりだとか、トマトにお塩かけたりとか。スイカにお塩かけるとスイカの甘みが引き立つことがあるかなと思うんですけれども、それも味のメカニズムを利用した作用になっています。で、2つ目が味の抑制効果というような働きもあります。2種類以上の違う味の属性を持つものを組み合わせた時に、1つあるいは両方の味を弱めるというような働きになっています。身近なところで言うと、苦味と甘みを組み合わせることが一番多いかなと思います。例えばコーヒーにお砂糖を入れる、単に甘くするっていうのはもちろんなんですが、お砂糖を入れることでコーヒーの苦味が弱まるっていうようなメカニズムを使っています。これを味の抑制効果というふうに呼んでいます。で、3つ目が味の相乗効果。同じ系統の味を持つ食べ物を2つ組み合わせた時に、より一層その味が強調される効果のことを味の相乗効果というふうに呼んでいます。例えば旨味×旨味、この組み合わせを使うことよくあるんですけども、例えばカツオだしと昆布だしを合わせた合わせだし、実は科学的に理にかなっている組み合わせで、違うだしの旨味と違うだしの旨味を組み合わせることで、より一層こう深い旨味を生み出すというようなメカニズムになっています。まあ、今お話ししたような相互作用を見てみるだけでも、まあ、なんとなく普段食べている食べ物も実は意味があって、こういう組み合わせで作られているんだなとか、スイカに塩かけるのって意味あったんだなとか、食べ物を見る時の考え方もちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。ここまで味に関して深掘りしてきたんですけども、味に影響を与える要因っていうのも実はありまして、真っ暗な締め切った部屋で例えば最高級のステーキとか出されて、味は美味しいかもしれないんですけれども、心から料理を楽しめるかといったらそうじゃないんじゃないかなと思います。もちろんその美味しいって感じる要因には、味だったり香りもそうなんですけれども、料理の見た目だったりだとか、料理のテクスチャー、まあ、食感、温度、音、そういったものも美味しさに関して影響してくるっていうような結果が出ています。サクサクする音とか、お肉を焼くジュージューした音とか、それを聞くだけでなんか食欲が湧いてくるみたいな、そういった効果も美味しいと感じるメカニズムの中には含まれています。ここまでが味のメカニズムと美味しいと感じる要因についてお話ししてきました。一口に美味しさって言っても、実は4つのタイプがあるっていうのをご存知でしょうか。聞いてみると、なるほどなって思うこともあると思うので、ぜひ最後まで聞いていただきたいなと思うんですけども、美味しさを感じるその4つのタイプの1つ目は生理的な美味しさ。これは体に必要な栄養素を生理的に欲しくなる現象のことを言います。例えばたくさん汗をかいた時にしょっぱいものが食べたくなったりとか、疲れた時に甘いものが食べたくなるとか、食べたくなった時に食べるとすごく美味しく感じることってあると思うんですけども、それって汗で出た塩分を体が生理的に欲していたりだとか、脳をたくさん使ってブドウ糖が欲しいなって体が感じていたりすることで食べたいなという感情が生まれて、その時に食べるとすごく美味しく感じるというような美味しさのタイプになります。2つ目が文化的な美味しさという観点もあります。
これはいわゆるお袋の味みたいなところで、食べ慣れた味を美味しいなっていう感じる、そういう美味しさのタイプもあります。例えばなんですけど、私は関東出身なので関西ってちょっと出汁の風味を生かした薄味のものが多いんですけど、私関東で食べるこってりソースが美味しいなって感じたりとか、そっちに馴染みがあるので、ちょっと関西のあっさりソースが物足りないなって感じたりする時もあるので、小さい頃から慣れ親しんだ味っていうものを美味しく感じるっていうのはあるんじゃないかなと思います。あと3つ目、情報による美味しさ。これ高級だよとか、これ期間限定だよとか、数量限定だよみたいな、そういう言葉を言われると、え、本当にと思って美味しく感じちゃう、そういう現象あるんじゃないかなと思います。最初にもらってる情報をもとにその食べ物美味しいなって感じる、そういうタイプの美味しさもあります。で最後4つ目が、病みつきの美味しさっていう美味しさのタイプもあります。例えばお砂糖とか油とか、脳が直接食べた時に快感を覚えるものっていうのは、体が必然的に美味しいと感じてしまうメカニズムがあるそうです。砂糖とか油っていうのは栄養素に変えると炭水化物と脂質になるんですけども、これって人間が生きていくためのエネルギー源を生み出す栄養素なので、昔からの DNA がエネルギーとなるものを美味しいと感じて食べたくなってしまうっていう、そういう生理現象があるみたいです。例えばポテトチップスっていつ食べても美味しいなと思いますし、一口食べると一袋知らず知らずの間に食べちゃってたりだとか、そういうことあると思うんですけども、この病みつきの美味しさっていうのも美味しさのタイプとしてあります。食べるっていうのは、まあ人間が生きていく上で一生付き合っていく行為なんですけれども、食べるっていうことに関しても、なんで美味しいなって感じたのかとか、なんでこの味が好きだと思ったんだろうなとか、一つずつ考えながら食べてみるのも食の楽しみ方の一つとしてありなんじゃないかなと私自身思っています。では本日は美味しさのメカニズムについてお話しさせていただきました。少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。